ふむ。我らを捕らえようとするその気迫、どういった了見だ。なんだ、随分古めかしい喋り方だな。お前たちの方こそ何を企んでたのか言ってもらうぞ。人の会話を盗み聞きするなんて明らかにいい人じゃないだろう。正直に言え、まずは名前からだ。この二人にならば託す必要もあるまい。我は三眼五剣仙人、昨月蓄養神君だ。こたびは属性を遊歴しておる。我のことは高尚と呼べ。信じるもんか。あの偉そうな鹿の仙人が自分から林友好に来るわけないだろ。うんふん、パイモン口が過ぎるぞ。おいらの名前を知ってるくらいじゃ信じないぞ。お前まさか自分のことを利水定山神君って言うつもりじゃないだろうな。うん、まさにその通り。我も昨月と共に人の世へ降りてきた。我のことは摂釈と呼ぶといい。こいつらよく調べてるみたいだな。でもおいらの経験上、綿密な計画を立ててるほどでかいことを企んでるんだ。今から仙岩軍を呼んで仙人のふりをしてるこの悪い奴らをとっ捕まえてもらうぞ。何を言っておる島ヨタか。そうだぞ、ちゃんとした証拠を見せてくれよな。通りすがりの誰もが知ってるようなことじゃダメだぞ。まったく、前回の怪盗祭でのことを覚えておるか。帝君と我らが古老山で龍雲の調理神器を用いてイエンドゥーシェンを料理したであろう。あの即席イエンドゥーシェンの味は悪くなかった。あれから龍雲に神器を借りて調理法を入手し、たまに料理の趣を楽しんでおる。たまに。前回我が山を訪れた時、その姿を見るや否や神器を背後の琥珀に隠しておったではないか。それを昨月め、先ほどお前をかばったというのに恩をあだで返すというのか。そもそもこの二人が信じないのが悪い。であっても山でのことを漏らす必要なかろう。まったく龍雲のようなことをしよって。まあいい、お前と争うのはやめだ。そこまで話してくれたら、さすがに分かったぞ。オイラの誤解だったみたいだな。悪かったぞ。でも仙人なら器も大きいよな。サンガを飲み込めるくらい。ふん、お前は前々から基地に富んだものであったな。龍雲がお前を高く評価したのもうなずける。一つ聞いていいか。その利水定山はまだしも、昨月地区よ、お前はどうして町まで降りてきたんだ。ずっと対面を気にしてただろ。ふん、はあ、仕方なくだ。龍雲がリーユエコーへ行ってから山は日々静けさに包まれるようになった。怪盗祭も近づき、我らは龍雲が今年の予定を事前に説明するものだと思っておったのだが、今日に至るまでその影を全く見せておらん。龍雲は物事を忘れるようなものではない。俗に言う山動かずとも水は動けるというものだ。友が皆リーユエコーにいる今、我ら二人も人の姿に化けるしかあるまい。故に共に町を訪れ龍雲を探しておったのだ。だが先ほどお前らがそのマシナリー式タコとやらの話をしているのを耳にし、現状を大まかに把握した。そこでいろいろと思うことがあってな。やはり帰ることにしたのだ。え、龍雲を探しに行かないのか。
パイモンが知らぬのも無理はない。龍雲の性格を考えると今頃あやつは進化を燃やしておるはずだ。自信家で傲慢な龍雲は自身の仕掛けの術が誰にも負けぬと思っておる。舶来の装置などもってのほかだ。今頃は戸を閉ざして放客を拒み花田錦の改造に勤しんでおるだろう。故に我らはいらぬ邪魔をしないでおこうと思ってな。もし数日のうちに龍雲に会うことがあれば我らの代わりに挨拶を頼む。そっか、わかったぞ。じゃあ二人とも気をつけて帰れよ。ゆっくり景色を楽しんで少しでも怪盗祭を楽しんでってくれよな。うむ、気持ちはしかと受け取った。これ以上の見送りは不要だ。まさかオイラの早とちりだったなんてな。あれこれ心配したのに結局知り合いだったぞ。お、そうだ、遅くならないうちにタコの屋台を覗いてみようぜ。おっきくて綺麗なタコがあるといいな。大会で披露するため